ああ、美味しい。このマルセイバターサンド。はい、皆さん、こんにちは。ももかチャンネルです。はい。というわけで、今回はですね、久々にお料理動画やっていきたいと思います。イェイ！まあお料理動画といっても、まあ自宅で再現シリーズを久々にやっていきたいと思います。今回自宅で再現するのはサムネでもお分かりの通りこちら、じゃーん、こちら六花亭のマルセイバターサンドでーす。イエーイ、美味しそう。まあこちら知ってる方も多いじゃないでしょうか。これ結構お土産でもらったりすることあるんですけど、私すごい好きなんですよ。なんか北海道土産の定番って感じですね。あのレーズンと甘さがいいですよ。なのでちょっとレーズン苦手な方はちょっとあれかもしれませんが、ぜひレーズン好きな方は嫌いな方もね、再現してみてください。それでは早速再現していきましょう。いってみよう。今回使う材料は無塩バター 70g、 ホワイトチョコレート 70g、 レーズン 70g、 ちょっと分かりづらいかもしれませんが、水大さじ1/2、砂糖小さじ1、そしてラム酒大さじ1でございます。そしてロータスクッキー、またはこれがない場合はこういうクッキー、まあクッキーなら何でもいいです。まあ再現するにはこっちの方がね、まあ、形的にいいんじゃないかなと思います。というわけで材料はこちらで以上となります。それでは早速作っていきましょう。はい、というわけで早速作っていきます。でちょっと分量外なんですけども、熱湯を用意して、まあ、熱湯適量でレーズンに熱湯を注いでふやかしていきます。この状態で5分くらいつけておきます。はい、というわけで5分経ったのでザルに移して水分を切っていきます。水分を切ります。そしたらキッチンペーパーなどに置いて水気を取っていきます。そしたらこちらに移します。こんな感じになりました。続きましてはこちらのお鍋に砂糖とお水を入れて、砂糖がね溶けるまでよく加熱してください。はい、というわけで砂糖がいい感じに溶けたので、鍋を火から下ろしてラム酒を入れます。で少しかき混ぜます。さっき水分を取ったレーズンにこちらを入れます。そして少しの時間つけておきます。続きましては無塩バターを常温にしておいて、こちらのゴムベラで潰していくように混ぜていきます。こんな感じのクリーム状にしてください。はい、続きましてはこちらのホワイトチョコを熱湯で湯煎していきます。いってらっしゃい。熱いので大人の方とやってください。はい、こんな感じでね、溶けたので少し冷ましておきます。冷めたらこちらの先ほどね混ぜたバターに入れていきます。じゃあよくかき混ぜます。はい、こんな感じでよくかき混ざったら、先ほどのレーズンの水をもう一度切ってこちらに入れていきます。でよくかき混ぜます。はい、混ざったので冷蔵庫でこちらを30分から1時間冷やしていきます。はい、というわけで1時間ほど冷やしたものがこちらです。料理も YouTube も大事なのは下ごしらえ。というわけで先ほど冷やしたものをこの絞り袋に移しました。でこちらをクッキーに絞っていきます。でロータスって結構シナモンが効いてるので、で
で、ちょっとシナモンなしのこちらのセブンイレブンのねバタークッキーもちょっと作ってみます。ではまず最初ロータスの方から作っていきます。で、こちら入れすぎ注意です。いきます。あ、しっかりレーズン出てきてくれてる。あ、なんか詰まってる。うわこれぐらいかな。はい、じゃあサンドしていきます。ちょっとかけちゃってる。いいんじゃない、完成。じゃあ続きましてはセブンイレブンのバタークッキーで作っていきます。これくらいかな。サンドズン。あ割れちゃった。まあ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 いいでしょう。これを裏にすればね大丈夫。はい、というわけで見た目はねちょっとやっぱりロータスの方がね近いですね。でも味はこっちの方が近いんじゃないかなって思ってます。というわけでマルセイバターサンドの完成でーす。それではまず最初にロータスのクッキーから食べていきます。いただきます。どうなんだ。ぽい。でもやっぱりシナモンが効きすぎちゃってるかもしれない。中のバター部分完全に成功で、レーズンもふやかしたからいい感じにネチャネチャになって美味しいです。じゃあ続きましてはセブンイレブンのクッキーを食べていきます。こっちの方がぽいかもしれない。やっぱ味的にはこっちのバタークッキーの方が味は近いです。でもうち的にシナモン効いててもすごい合うからこっちの方が好きかもしれない。で、この中のバター部分も作って冷やしておけばフランスパンとかに塗ってもすごい急にシャレオツになるし、すごくいいんじゃないでしょうか。ではね、最後にこちらのね本物を食べて終わりたいと思います。ぜひ皆さんの参考になったら嬉しいです。またね、何かできそうな再現があったら再現したいと思います。じゃあいただきます。ではマルセイバターサンドいただきます。あー美味しそう。あ、折れちゃった。あ、似てる。この折れちゃった感じも似てるね。いただきます。やっぱ本物が一番うまい。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。